はい、どうも、信号マーティンバンドです。よろしくお願いします。箱サテライト3、最後まで楽しんでいってください。It's so funny, good day. Good sound.
the future carries still. Rockstar.
配信をご覧の皆さん、どうもこんばんは。信号マーティンバンドです。今日は箱サテライトボリューム3ということで、4月かなと5月にやったかなに1回ずつやって、だいぶ日が空いてしまって、8月、今回はバンドの配信でやろうかなと、思ってやってきたわけですけど、今日は信号マーティンバンドと、光の五風剣2組が出演します。気合を入れてカメラもたくさん使ってリハーサルもして、今日に臨んだわけですけど、なんかこれを機に配信ライブもなんかいい道が開けていけばいいなと思っていて、今 iPhone で見てる方、あとスマホか PC かパソコンかかんないし、ワープロで見てる方いろいろいると思うんですけどね、いい楽しんでもらえればなと思います。話でライブハウス大変とかっていう話はもう散々したんで、もう今日はいいや、普通にライブしようと思って、普通のライブのつもりで楽しんで見てもらえれば嬉しいなと思います。音出てないですかね。あ、はい、よし。じゃあ次、グローリーデイズという曲を。Glory, glory, day. It's the most glorious.
ことを。次、美しくあるという曲を。
ちょいボーカルいなくなるんだみたいな何してるんだろうっていう慣れないねカメラの裏に水飲もうと思って慎吾はやったことあるでしょあるよあの配信をあるよ俺初めてうんみんな初めてだよみんな初めてだ最初は戸惑ったけどあの向こう側にお客さんがいるんだなって想像すると上がれるね、うん、バーチャルオーディエンスがいると思って向こうにいやありがたいことに本当に今日2組でしたけどなんかねこのご時世なんでガンガンみんな集まって配信ライブやろうぜってもう言えないというかねお客さん入れなくてもねバンドが10組も20組も集まればそれはまあ密になってしまうのでなかなかやろうぜって言いづらいけどでもあの光のご風景はちょっと一緒にやりたいなと思って今回声をかけて出てくれることになってこの後出演してくれます釧路の、かっこいいバンド光のご風景あとまたできたらいいっすねこんな感じでもともと箱サテライトあの家でやるところから始まり今回家を飛び出してライブハウスで、やることになって最初は iPhone だったのが今回はこんなにねいいカメラとねあのいい音でやらせてもらえてありがたい限りですけど何でしょう音出すだけでもいいなと思ってライブももちろんねお客さんとしたいですけどとりあえずこうみんなで集まって音出すだけでもまあ気持ちいいなと思ってその気持ちよさを皆さんにお裾分けできればなということで今日配信ライブに至ったわけで、もし気に入った方はねハイワットホールのチャンネル登録をしてくださいっていうのをこのステージの上から言うことになろうとはねでもなんかこう違った雰囲気でいかないとねあれだよね今日とりあえずまあ探りを入れた感じだから俺は、うん、あの初めての体験だったそう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 、うん、次回またなんかなんだろう MC なくてもいいかなと思ってんだけど MC なしで突っ切るか曲だけはねうんそれともなんか曲ごとにこんなピースフルな雰囲気でやっていくか模索中です模索しながらこれからだそうです箱サテライト4へときっと行くと思うんですけど、今日はご視聴いただいている皆さんどうもありがとうございます。また素敵な時代が来るように Come back wonderful time
夏はもう無観客でもいいかもしれないね。そんなこと言ってられないもん。フェスもね、本当になんか来年はできるといいっすね。はい、じゃあラスト1曲、そんな俺たちが、ジョインアライブっていうフェスに初めて出て、めちゃめちゃ優勝した時の曲を1曲やりたいと思います。さよならカントリーガールです。どうも、シンゴマーティバンドでした。もう一回だけ行こうかな。信じるより他ない言ってくれてるってことね。今日はどうもありがとう。今度は本当に普通のライブハウスでお会いしましょう。悲しくないぜ、悲しくなんかない。お別れの傷は右の頬っぱに、最後まで駆け抜けてよ、明日に向かって、さよならなんて言わないよ、また会いましょう。
はい、どうも、シンゴマーティンです。0153ラジオお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか？よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、いやー、お久しぶりでございます。どうも、シンゴマーティンです。ねえ、すっかり、気を抜いていたら、1ヶ月経ちましたかね。うん。まあ、気を抜いていたらってわけじゃないんですけど、6月の後半から、今もそうなんですけど7月にかけて、だいぶ忙しい日々を過ごしています。で、まあ、今発表になってるものもありつつ発表になってないものもありつつなんですけどね、なんかこの3月4月5月、まあ、6月ぐらいまでねありましたけど、このステイホーム、休業要請自粛期間の影響で反動がすごいと思ってなんかポンとこう反動が来たような感じがするんですけど、まあそうですね、その発表してませんっていう中には、まああのイベントごともあったりとかでね、イベントごとももう開催できるようになりました。全国的にもなりました。で、条件付きではあるんですけども、まあ、1000人規模、1000人以下のイベントに限るだったりとか、あとはもちろん大前提ですけど感染予防は徹底してくださいというところで、条件付きではあるんですがイベントを開催することも OK になりまして、今根室の方でもイベントごとがいろいろと進んでいる最中でございます。で、これなんか今回すごく実感したんですけど、もう7月かと思って、まあそういう感覚ってあるじゃないですか皆さん。いや、もう早いね、もう6月かいとか、もう7月かいっていう感覚、俺もその感覚だったんですけど、ちょっと違って、あの怖っと思っちゃって、怖っ、もう7月だと思って、なんかずいぶんぬるぬるっと過ぎてってるな時間がと思うぐらいで、だからやっぱり夏になればイベントごとが多くなってきて、まあ別の地域ね、いろんな地域によって違うと思うんですけど、その地域地域で5月になんかこんなイベントがあるよねとか、6月は毎年恒例この週にこのイベントがあるとか、この日にこのイベントがあるっていうのが一個のこう目安として自分のこう 体の中に刷り込まれてるんだなっていうのがはっきり分かって、だからまあ花火大会だったりとか、根室でいうとこんぴら神社のお祭りだったりとか、これは毎年ね8月9、10、11とも決まってるので、まあ、そちらももちろん中止になってしまいまして、っていうところでその季節の変わり目を分からないまま過ごしてるから、もう7月かと思っちゃったんですよね。怖っと思って、だ本当になんか寝ながら過ごしてる感覚というか、自分の中で毎日何かやったりとか、いろいろこの日のためにっていう目標というかのね、いろんなやることも徐々に増えてはきているんですけど、それがないまま過ごしてたのがこの4、5、6か、うん、なんで7月までが本当に早かった。怖いぐらい早くて、だ普段なんかこうね、気温の上がり方だったりとか、はたまた日の長さだったりとか、そういうものでこう季節を感じてるんだなって自分では思ってたんですけど、どうやらそうじゃなくてですね、だから運動会だったりとか学校の行事もそうですよね。子供いないし、知り合いの子供もまだそんな年じゃないかったりするんで、別に運動会とか行かないんですよ。行かないから毎年恒例でもないし、特に関わりもないイベントなんですけど、それでもやっぱり運動会の練習の音だったりとか、そういうのを、耳で聞いてたり、実際車でグラウンドの近く通りがかった時に運動会の練習してんなとかっていうところで、
あもうそんな季節かって感じることがやっぱり日々の中にあったりして、そういうのがすっぽり抜け落ちた世界って怖いなってめっちゃ思いました。うん、だからこれ本当にね恐ろしいなと思って、こればっかりはね、じゃあ意識していこうと、じゃあ明日は7月何日だとか、明後日は7月何日だっていうのを頭に入れたところで、やっぱり体のリズムとしてもうなってるもんだから難しいんですね。だから早くイベントごとが普通にできるようになってくれればなと思うところなんですけども、はい。で、ラジオ久しぶりに撮ったんですけど、まあ何してましたかというと、まあいろいろゲームの動画をねちょこちょこ撮ってあげたりしてたんですけど、ギターの講師を務めることになりまして、私シンゴマーティン、はい、根室のね市の、事業でやっています、ものがあって、誰でも受けれますっていういろんなジャンルのこう講座があって、まあ、料理講座だったりとか、あとまあいけばなとか盆栽とか、本当いろんな年齢の人に向けた、講習があって、そんな中で今回アコースティックギター講座やりませんかっていう話をいただいて、ありがたかったんで OK したんですよね。でそれがちょっと7月から、始まって、それにもちょっと追われたりとか、まああとは仕事の方もそうですね、ぼちぼちとやってる感じですけど、このギター講座がね本当に今収録時点で初回が終わったところなんですけど、なかなかね難しいなっていうのをね実感しました。本当に人に教えるって難しいですよね。うん、で自分ギターを始めたのが中学校2年生の時かな。でそっから教則本を見てギターを覚えていろいろやってったんで、いわゆる独学ってやつなんですよね。だから人に習ったことがなくて、人に習ったことがないってことは人に教えるっていうのもわからないんですよ。なので最初どう何をどう教えていいのかというところで、初心者といえどもコードから教えた方がいいのか、それともこのね楽器の種類から教えた方がいいのかとか、いろいろちょっと悩みまして、うん、でちょうどこう受講してもらってる年齢も本当に16歳以上で上はなしなんですよ、上限が。なので本当に幅広い年代の人がいて、で今回は割と年配の方が多いんですかね。うん、なんでそういう方に教えるとなると、また若い高校生とかの男の子に教えるのとは全然わけが違って、人によって教え方も変えていかなきゃならないしというところでいろいろ悩みまして、まずは初回やったんですけど、まあ一応簡単にギターのコードだったりとか、まあ弾き方ですね、大きく分けてアコースティックギターだとピック弾きのストロークと、あとはまあアルペジオですか、うん、があるので、その辺を、違いを説明しながら、皆さんにレクチャーしたりしつつ、あとはまあコード、これコードもねギター始めたばっかりの人とか始めた頃を思い出すとうまくできなかったですよね、本当に。なんかその何をこううまくできないのかっていうのをできてる自分はもう知らないんですよね、忘れちゃってて、どういうところで苦戦したかっていうのを。でやって教えていくことによって、ね、受講してくれている方々がどんなところで苦戦してるのかなっていうのを見て、あ、そっか、これ俺も確か始めた時そうだったなっていうのを思い返して、でまた気づくという、だ結構これ教える側にとっても貴重な機会だったりするんですよね。うん、でなんせこう独学って言ってる分基礎がなってないわけですよ、ちゃんと。
だ本当にギター始めてバンドやるようになって、であれこれ何なんだろうって、それこそ本当にシンプルなところでつまずくことがあったりして、で調べていくと、まあ、順序的には本当ギター始めた初期で習うようなことだったりとかするんですよ。だ独学っていうのはそういうのが起こり得るんですよね。だからどうしても抜け落ちちゃってる部分があったりするんで、そういうとこを補填するっていう意味では人にギターを教えていくことによって自分もまた成長できるといういい機会ではあるんですけど、でアコースティックギターとねエレキギターの違いだったりとか、そういうのも説明させていただいたりして、でこのまま一応4回ですか、全4回週1回やって全4回なんで7月の末までやっていくんですけど、で今回、今7人の方に教えてるんですけど、その7名の他にもたくさんいらっしゃったみたいで、応募してくれた方が、でその方たちもちょっと抽選で選ぶような形になっちゃったので、抽選で、漏れた人もいて、で約半分ですよね、今7人に対して13人来てくれたので、そういう人たちもちょっとどうにかフォローアップしたいなというのがあって、またその市役所の方から、お話をいただいて、今度はもうちょっとこう低年齢向けのところがあると、そういう若年層向けの講習もあったりして、そこでアコースティックギター講座やりませんかっていう話を今いただいてまして、だから本当はね、まあ、全年齢対象の方がいいんでしょうけど、ちょっとそこもね、何ヶ月連チャンでっていうわけにはいかないので、今度は若年層向けの方で、ギター講座を今のところやる予定でいるんですけど、なかなか忙しいっちゃ忙しいですけど、でもいい機会だなというか、これ結構前かな、今根室の高校が一つしかなくて、でその高校で軽音部がないんですよね。ロック同好会っていう名ばかりの同好会は多分未だにあるんじゃないかなと思うんですけど、俺がね高校生だった頃もあって、その時も多分覚えてます、部にしようって言って部室欲しいってなって、学校で毎日友達と練習したいっていうのがあって、顧問の先生に交渉したんですけど、それも叶わず でそのうちにもう俺自宅っていうか倉庫があって、そこの倉庫の一角で楽器鳴らせるっていうことが判明して、みんなでそこで集まるようになったんで、特にもう物質も必要なかったんですけど、ただやっぱりね、今この年になってきて他の高校生とか見てて、釧路はあるんですよね、うん、軽音部が、だったり音楽研究会かだったりがあったりしてね、いいなと思ってて、だから根室にも欲しいなと思ってた時期が、あって、で実際に高校生からもそういう話をもらって、じゃあちょっとね正式な部とかにはできないけど、なんかそういうサークルみたいのを作って、高校生音楽やりたい子はここに通うといいよっていう場作ろうかっていう話をねしてたこともあったんですよ。でそれもなんか言ってた本人がいつの間にかバンドやめちゃっててなしになったりしてたんですけど、でもどっかでやっぱりこう気軽に音楽触れる機会だったり窓口がないとダメだなっていうのはすごく思っていて、だから今回このねギターの講座を皮切りに、もう何年越しにもなっちゃいますけど、ギターサークルだったりとか軽音楽サークル、市民のみんなが誰でも参加できるそういうサークルみたいのをね立ち上げて、定例会みたいなね集まりをやって、実際にこう楽器演奏する場を提供するという取り組みもちょっとやりたいなと今思ってるんです。でなんでやりたいなぐらいで言うかというと、もう大体お察しですけど、
言わなきゃやらないからね人間ね。噛んじゃったけど、言わなきゃやらんから本当に人間って。でここで言っとけば、後からもしかしたらね、何人このラジオ聞いてくれてるか分かんないけど、あれギターサークルやるって言ってましたよねとか突っ込まれたら、あすいませんすぐやりますってなるかもしれないし、ね、一応ここに、ギターサークルやりますっていう俺の意思は置いておきます。はい、てなわけで、ギター講習の方も引き続きやっていきますので、合間も塗りながらねラジオどん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 ちょっと撮っていきたいなと思いますので、また、気長にお付き合いいただければなと思います。以上、お相手はシンゴマーティンでした。はい、どうもシンゴマーティンです。0153ラジオ聴きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。よかったはい、どうも、シンゴマーティンです。0153ラジオ、お聞きの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、またはおやすみなさいということで、これから睡眠に入る方もいると思うので、先に、ハイワットホールのチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。はい、ということで。ねえ。ねえって何って話なんだけど。いや、なんか、ちょっとね、前回の話でセンシティブな社会的なね話をねしちゃったもんだから、ちょっとね緩くいきたいなと思ったのになかなかねあれだったんですけど、ちょっと今回は緩くいきたいなと思うんですけど、ハイワットホールのある根室といえば、まあサンマ、あと花咲ガニが有名で、まあ、思いっきり海に面してる、漁師町なんですけど、このね、友達がカニ屋さんをねやっててさ、なんか宣伝でもしとこうかなと思って、カニの話って多分サブタイトルこれついてると思うんだけど、そう、花咲ガニがね、有名で、まあ、最近はねウニとかも有名というか、まあ、うん、結構ウニが多く取れてて、あとまあホッキだったりホタテだったり魚介類がね多いのかなやっぱり。うん、でこんなご時世だからやっぱり飲食店に卸したりしてるわけですよ、ウニとかもね、レストランだったりとか、そういうところにお客さん行かないってことは、なかなかこう買ってもらえないと、出荷数が減ってしまうというところで、なかなか、海産物を扱ってる加工場とかね、そういう会社は大変そうなんですけど、でそんな俺の同級生の、友達がカニ屋さんをやっていて、ザ・クラブ・クラブっていう、クラブはカニね、カニ CRAB でクラブで、それのクラブということで CLUB でクラブ、カニクラブということで、ね、やってるんですけど、なかなか大変みたいよ、カニが売れず。まあね、ライブハウスが不要不急なね場所であるように、カニも不要不急の食べ物ではまああるんですよね、実際のとこ。でもまあね、やっぱりこんな機会だし食べてもらいたいじゃないですか。だからね、カニの魅力をね口で説明しようと思ったんだけど、これなかなか難しいから、もしよかったらね概要欄の方に、リンク貼っとくんで、ザ・クラブ・クラブちょっとツイッターの方とかも見てもらいたいなと思うんですけど、これまたね、YouTube で最近やり始めたらしく、カニをね、乗せて、いろいろ動画作ってるんですけど、でここに来て、俺も、言ってしまえば YouTube デビューなわけですし、この友達もね、YouTube デビューで、まあ YouTuber ですか、うん。なんか、人生何があるかわかんないなと、ね。
もともとそんなさ、この間言ってたような、魔法のアイランドとか個人ホームページの時代に青春を過ごしてきて、このままなんか YouTuber なんていうのはね、無縁なのかなと思ったんですけど、急になんか YouTube ねで番組やったりするようになって、何あるか分かんないですけど、まあでもとりあえずね、なんか思いついたらやりたいし、どんなこう新しい環境でも偏見なくまっすぐにこう飛び込めるのはいいことじゃないかなとは思うんですけど、これね、まあカニの食べ方の動画とかをねやってるんですよね。ちょっと今動画見てみますけど、アロードされないな。そう、花咲ガニっていうのは脱皮はまあ別ですけど、基本的には殻が硬いんですよね、甲羅が。でトゲが多くて、で毛ガニとかの方が多分まあ食べたことある人多いのかな、うん、と思うんですけど、毛ガニのあの感じとは全然違くて、タラバとも違う。本当に持つのも痛いんですよね、カニの殻を。ぐらいトゲトゲしくて、で真っ赤な感じですね、ボイルすると。それはまあタラバと同じような色か、もうちょい赤いのかな、うん。まあ、そこから花咲ガニっていう名前が来てるという、まあ、一説もあるんですけど、この花咲ガニね、根室釧路あたりが主な、産地漁場で、だから本当取れるところって限られてるんですよね、この一帯だけしか取れないんで。それでもやっぱり美味しいので結構食べている人はいるのかなとは思うんですけど、カニって食べるとき無言になるじゃないですか。 YouTube 的に良くないなと思ってなんかカニ食べる動画載せますってさ、絶対無口になりますもんね。あ、やっぱ集中しちゃうんですよね、剥くのがね。でも毛ガニとかよりは全然、うん、全然剥きやすいし、身も大きかったりするんで、なんかボロンとこうスルンと取れるようなそんな、うん、感じのカニなんで、そこまで食べづらくはないんですけど、ただ剥くのにハサミ入れたりするのにやっぱり殻が痛いっていうのは注意しなきゃならないところで、うん、まあ、カニ食べたらね無口になったりしますけど、これみんなでやっぱり食べるんですよ、基本的にカニって。で複数人で剥き始めるときに、やっぱり誰が剥くかみたいな、でハイワットホールの打ち上げとかだとカニ出したりするんですけど、たまに地方のバンドマンとかに、そういうときはカイ君絶対カイ君、カイ君が剥いてみんなが食べるという感じで。やっぱりね、俺が剥く時もあるんですけど、そういう場合はふんどしと呼ばれる真ん中にあるんですよ、オスとメスで形が違うんですけど、そのふんどしはね先に食べるね、自分でね、ガッバッと剥いてよっこしてくるっていう。でふんどしはねやっぱり遠慮しちゃいけない、人に譲ったりとか。美味しいんですよ、美味しいから食べてもらいたいけど、自分も好きなんで、ふんどしだけは遠慮してみんなの分とかしちゃいけないよ、本当に。ふんどしだけは自分でもうパッと剥いて食べちゃった方がいい、勝手に。それがやっぱりカニ剥き担当の人間のねいい部分ですよ、そこできるっていうとか。やっぱり地方の人だとカニといえば、まあやっぱり爪だったりとか足の部分、タラバとかもそうですもんね、足の冷凍とか結構あって、だから足のイメージがあると思うんで、とりあえず足だけ食わしときゃいいんですよ、ふんどしは自分で食べちゃったのね、うん。まあね、そんな花咲ガニですけど、これどうやったら売れるのかねっていう話をしていて、本当にね、どうやったら売れるんだろうね、これ。ちょっとね、なんともつかない
ところ、そもそもカニを買って食べてますよって人いますかね、このラジオ聞いてる人で。俺はやっぱりもう生まれも育ちも根室なんで、やっぱりね、地元の民ってカニもらったりして食べることの方が多いじゃないですか。魚もそうですし、だそもそも買う文化はないんですけど、じゃ逆のものってなんだろうって考えたら、野菜とか肉とかね、どうやったら買いますか、どう買ってますかって話で、でも自分で考えたら、なんかお取り寄せで肉買ったりとか野菜買って食べたりとかはしないんですよね、そもそもが。うん、だって考えたら、なんかネット販売してても、まあ、贈答用には売れるでしょうけど、こうなんか家に行って、じゃあなんか少し美味しいもん食べたいねって時にカニはあんまりピックアップされづらいのかなと思って。まあ、なんせ抜くの大変ですからね。だからそっか、まず抜き身で売るとか、そういう工夫ですかね。カニ工夫したら売れるんですかね、カニ。でもこの抜き身にしたらさ、また問題が出てさ、まあ抜き身することで抜くっていうハードルはクリアできるんですけど、今度どんな料理にするっていうところで、やっぱりこうカニを使った料理って、カニ玉だとかカニチャーハンとか、あとカニグラタンとかもありますけど、やっぱりこう肉とか野菜に比べるとなかなか調理の幅が狭いんですよね、多分。うん、他の魚とかもそうですし、だからね、思いつく限りのそういうメニューもね、このツイッターの方でクラブの方で載せてるんですけど、なんかこう新規開拓していきたいですよね、カニ料理の。なんだろうな、鉄砲汁とかはいいんですけど、あれはそんなにカニのいい使い方ではなくて、要は入ってるカニもちょっと身入りが少ないところだったり、食べづらいところだったりが鉄砲汁に入ってたりして、ね、個人的にはね、そう、あんまりだからカニの出汁の出てる味噌汁、鉄砲汁としては好きなんですけど、中に入ってる身を抜いて食べようっていうのはあんまないんですよね。やっぱりこう浸してないカニの身の方は美味しいんで、うん、あとまあサラダだったりとかそういうのもできますし、まあ、カニカレーとかもできますよね、全然。カニの天ぷらとか、オーソドックスなところってそこですかね。新しいものか、なんだろうね。あ、でもそう、金崎ガニで出汁を取ったカニラーメンっていうのがあって、金崎ガニラーメンっていうカップラーメン売ってるんですよ。それがね、お高いけど美味しいなと思うんですよね。だからどうしてもね、そういうお土産用にレトルトだったり、カップ麺だったり乾麺でこう提供するっていうのは一つとしてあるんですけど、やっぱり市内にカニラーメン食べれるよってとこがいくつかないときついですよね。せっかくなんでね、やっぱりこうカップ麺って美味しいけど、まあラーメン屋さんのラーメンには負けるよねってイメージじゃないですか。やっぱり日々インスタントラーメンも進化してますけど、そこの壁はまだ越えれてないなと思うんで、であれば普通にラーメン屋さんでカニラーメンとかね、サンマで出しとったサンマ節ラーメンとかもあるんですけど、出せたらね、いいなと思いますよね。1軒ぐらいかな、俺知ってるところで1軒2軒ぐらいか。でも本当にカニの出汁取ってる別にラーメンじゃないので、ただなんか海産物がいっぱい入ってるよっていうラーメンだったら2、3軒ぐらいか、俺の知ってるところであるんですけど、じゃなくても本当にエビラーメンって一時期めちゃめちゃ流行ったじゃないですか、ラーメン業界で。俺もめっちゃ好きなんですけど、エビの味してぐらいの感じで展開したいですよね。本当にスープ飲んだらカニの味がするみたいな、っていうところで、
うまくこうカニラーメンを普及させていけば、なんかこれまたカニのねいい活用になるんじゃないかなと。まあこのカニ屋さんをねやってるから売りたいっていうのもありますけど、もちろんもう根室市全体としてやっぱり花咲ガニは名産として推してるんで、その辺ねちょっとなんかうまく推進していけたらいいなと思いますね。はい、カニの話でしたけど、これもうね気にしないでいろんな話していこうと思ったんですけど、ラジオでもありがたいことにね一般的に見たら少ないですけど100回とかは再生されてるんですよね。だからまあマックス100人ぐらいはちゃんと見てくれてる人が聞いてくれてる人がいるのかなと思うんですけど、まあ、少なく見積もっても 2、3人ぐらいはいるんじゃないかなって。2、3人がね、33回ずつ見たら100になるけど、チャンネル登録もね徐々に、増えてきまして、ありがたいことに今で160人ぐらいか今の現在の段階でいるので、その人たちに向けてなんかいろいろ喋っていきたいなと思うんですけど、でもやっぱりあれですよね、言葉が出てこない、今ちょっとすみませんメールチェックしながらしてたんで、この100人、まあ160人いたとして、多分人に勧められて登録した人とか、まあ中には1本動画見てみて、あ面白いなって思ってくれた人が登録してくれてると思うんですけど、まあその中でも本当に熱狂的なファンっていて、どんなジャンルでもどんなものでも、お前がやるんだったら全て受け入れるよっていうファンっているじゃないですか。だから有吉さんとか有吉弘行さんとかが猿岩石ねでブームが去って売れなくなった時に、本当ファンクラブもめちゃめちゃ人減ったけど、なんか20人ぐらいが残ってたんですって。だからその20人に向けて商売してたっていう、食いつないで言ってたっていう話を前してて、だからもうその人たちは有吉がなんかするんだったら俺は何でも受け入れるよ、私は何でも受け入れるよっていう層のファンなんですね。どんなものでも絶対、多くはないけど一定数いるんですよね。だからこの多分ハイワットホールの YouTube もなんかハイワットホールが何かやるんだったらもう何でも見るし何でも聞くよっていう層の人も多分いると思うんですよね。中にはいてくれてると思うんで、そういう人をね大事にしながらねやっていきたいし、このカニのね動画もね YouTube でやったらね、このクラブがやるんだったら何でもいいわみたいな、なんならもうカニのチャンネルって言って始めたけど、猫映すとかさ猫映すとかさ、なんかねえ砂利敷いてみたとかそんな地味なやつでも見るよ俺は、応援するよって人多分まあつけれると思うんで、きっとね出てくると思うんで、そういう人に向けてねなんかうまくこう回ってってくれればいいなと思う次第でございます。もちろん自分たちの番組もそうであれと思って頑張っていきますので、よろしくお願いします。以上、慎吾マーティンでした。チャオ。
はい。はあ、ははあ、来てるかな音。どうもこんばんは、ハイバットホール海です。今週ちょっと火曜日木曜日と2日間、2日間っていうか2つともちょっと仕事でできなかったんで、急遽金曜日ですけど配信やろうかなと思いついて始めました。ローテンションですとりあえず前回ですねっていうか配信の後にちょこちょこやってたんですけど、データが飛びました。ちょっと、進めたところまでが飛んじゃって、こんな感じのですねユニーク装備を手に入れたんですけど、なんと手に入れる前の状態まで戻ってしまいまして、残念ながら現在元の装備のままでになってしまいました。それをなんとか取り戻そうといろいろ今日はアドベンチャーモードで周回してやっていきたいと思います。はい、まあのんびりだらだらちょっとやっておこうかなと思うんですけど、ダウンロードコンテンツが出たんですよね。でデフォルトモードをクリアしたんですけど、それ以外にですね新しいマップが出まして、これですね、ご覧の皆さん、こんばんは。司会のご風景です。よろしくお願いします。誰にも知られず蒔いた種がある。誰にも知られず描いた夢がある。誰にも知られず歌を歌うのはどんな気がすると誰かが
忘れない僕がいる。誰にも知られず生まれて消えて、例えば僕ら通り雨の歌だ。アジサイと変える。
大人な雰囲気の、あの夜中のヤンキーをイメージした、夜中のヤンキーをイメージしたヤンキーをやりたいと思います。初めてご覧になる方もいたらよくわかんないですよね。聞いてやってください、ヤンキーの歌。深夜のドン・キホーテ、基本夜行性のようで、いつから来てんだその背中、毛玉だらけのグレーのスレッド。よう、ずっと昔から不思議だ、なんでヤンキーの彼女は可愛いのか。やっぱ本能的に強そうなオスに惹かれちゃう。ねえねえ、それともメイクかな、そのメイクかな、そのギャルメイクが可愛く見えちゃうのかな。まあ何でもいいけど、やっと落ちた時になってみて。一層チャイもきっとそうだった、どこの街でもきっと必ず痛そう、彼ら彼女らは人呼んで、一層じゃいもきっとそうだった、どこの街にもきっとそうだった、必ず痛そう、彼ら彼女らは人呼んで。エグさんダイメンション南インキーライミン西野かな、大体そんなとこかな、忘れちゃいけないレゲレゲレゲの神様はマリファナの神様で、間違った知識の様々方向剤をミラーにぶら下げて、今夜も彼らは待ち置いて、ゲーム不可能なコールレスポンス、あなたの声も聞きたいです。ヤンキーに怯えたことのある人、現在ヤンキーやってるって人もヤンって言うから、あなたがキーセイヤンヤン、I say ヤン、You say キー say ヤン、I say ヤン、You say キー say ヤン、ヤン、I say ヤン、You say キー say ヤン、ヤン、I say ヤン、You say キー say ヤン、いいね、I say ヤン、You say キー say ヤン、ギター荒木亮健。久々にやる歌を一曲、あの野菜が高騰した時に歌う歌です。聴いてください。アスパラ2000円。
黒崎ハユマ。そして再び荒木亮子。ラスト2曲駆け抜けるようにしていきましょう。パンダ。早く早く会場でみんなに会えるといいなと思ってます。早く会場で、ね、ライブが見れる日が来ればいいなと思ってます。朝から晩までテレビはオン。ような内容の話題を繰り返しほどもうどうなのどうしようもないの。そりゃまあ興味がないわけじゃないし、ネタにこと書かないのはいいことなんだろうけど、なんだかな気がめいちゃうような。ほらまたどっかの誰かの謝罪会見問われる責任問題の責任者不在、不在くらいのバッシュの点滅にご注意ください。殺人事件の容疑者が奏者の中で不気味に笑みを浮かべた。その目はよどんでた、濁ってた。僕の心は沈んでた。そんな心を一瞬で和ましたのはもうもうどこで白と黒のあの爆発したとか、コロナが今日何人出ましたとか、そんな話題はもう聞きたくないんですよ。大事だけど、そんなことよりもね、僕はねパンダが戯れる映像だけを、それだけを見ていたいんです。それが、そんな気持ちが許される日が、そんな映像だけが流れる日が一日でも早く来ることを願っています。どんな時もあの子の無邪気な姿思い出すよ。パンダのニュースだけ見ていたい。パンダのニュースだけ見ていたい。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当の本当にありがとうございました。またまたいつか絶対ライブハウスで会いましょう。理想と現実の間、そんなような現状はいつまでも前に進めない。凪の中の無力な船みたい。イエティ死んだ。今朝のニュースは魔女が運んだ。油かった油開けごま。僕は今日も僕のまんまだ。空飛ぶ魚になってチパカブラに会いに行く。ビッグフードとジョーク交わして、かわいそうな子犬に君は何をしてやれるんだ。僕はアレルギーだから、誰かにお願いするよ。ごめんな犬。謎のビームを撃った UFO。 おととしの春のこと、黄色い潜水艦レンタルして、yeah、ネストの中を覗いたんだけど、そこにはプランクトンの群れだけ。空飛ぶ魚になってゴミだらけの街を行く。自分を語るよりも先に飛んで消えていくよ。かわいそうな迷子に君は何をしてやれるんだい。僕はアレルギーだからってこの言い訳ももう使えないんだ。空飛ぶ魚になって。負けんじゃねえぞ、負けんじゃねえぞ、負けんじゃねえぞ。大丈夫、絶対大丈夫。空飛ぶ魚になって、空飛ぶ魚になって。光のご風景でした。ありがとうございました。空飛ぶ魚になってチパカブラに会いに行く。ビッグフットとジョーク交わして、道草をなめて、かわいそうな子犬に手を差し伸べてあげられたら、僕も君みたいに優しい人になれるのでしょうか。ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。
幸せ。僕は君が好きだった。 Ah, glory, glory。